宝塚駅。宝塚駅は、兵庫県宝塚市栄町2丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、阪急電鉄の駅である。JR 西日本の駅番号は、JRG56。阪急電鉄の駅番号は、HK-56。宝塚市の中心となる駅であり、阪急電鉄と、JR 福知山線の駅がある。なお、 阪急電鉄の宝塚駅は、阪急宝塚本線と、阪急今津線との乗り換え駅である。福知山線は、JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。JR 西日本の駅は、JR 宝塚線という福知山線の路線愛称が示す通り同線の中核をなす駅であり、すべての営業列車が停車する。JR 発足前後から、輸送改善を続けた結果、 大阪方面へは、所要時間の面で阪急より優位に立っており、日本国有鉄道、国鉄時代のような阪急の輸送シェア独占状態は解消している。阪急の駅は、宝塚本線と今津線の共通の終着駅である。もともと当地は、阪急の画像であり、駅の規模も大きい。戦前には当駅からさらに、有馬温泉まで線路を伸ばす計画があったが、 六甲山系の山々に阻まれたのと有馬温泉の宿泊施設からの猛反対に相実現しなかった。両駅は駅前ロータリーを挟んでペデストリアンデッキで結ばれている。タクシー乗り場は JR 側、阪急側の両方にある JR 側は主に立花新規タクシー、急前ただし、タクシー、阪急側は主に阪急タクシー。ロータリーには 阪急バスや阪急電園バスに加え、阪神バスに西日本 JR バス JR バス関東のドリーム号が乗り入れる。阪神バス及びドリーム号は JR 側、阪急バス及び阪急電園バスは阪急側に大阪空港行きのみ JR 側乗り入れる。当駅前に阪神バスが乗り入れているのは、かつて阪信電気鉄道が 宝塚までの鉄道路線の建設を計画し、宝塚天ヶ崎電気鉄道、その後計画が、専用道路、現、兵庫県道42号天ヶ崎宝塚線を走行するバス路線によって代替されたためである。かつて両駅の間は、国道176号線で隔てられていたが、地下トンネル化され、駅前ロータリーが作られた経緯がある。両駅とも、 アイコカ、JR 西日本及びピタッパ、スルッと関西協議会の利用が可能、他の相互利用 IC カードは、それぞれの項を参照。加えて、阪急の駅では2018年1月まで、ラガールカード等の、スルッと関西対応隠しカードが利用できていた。短式、島式ホーム複合2面3線を有する地上駅になっている。南側の端式ホーム、 1>, 1番乗り場が、三田、篠山口方面行き、北側の島式ホーム、2.3番乗り場が、天ヶ崎、大阪方面行きホームとなってる。下り本線は1番乗り場、上り本線は3番乗り場。抽選である2番乗り場は両方向の入線、出発に対応しており、2015年3月14日、改正ダイヤでは大阪、北新地方面行きの当駅折り返し及び、 快速特急の接続待ちを行う列車が使用しているが、国鉄時代は、三田方面行きの列車が2番乗り場に入線して、後続の特急列車を先に通す運用があった。利用客数が比較的多いにもかかわらず、2008年まで戦前からの駅舎を改装して使用していた。また、地上駅時代、各ホーム間は、古戦橋で連絡していたが、エレベーターやエスカレーターはなく、 バリアフリー面で課題があった。そのため2006年6月より、駅の京上駅舎化に着手し、2007年9月1日には、エレベーター付きの仮湖線橋が設置された。2008年4月12日には70年以上に、渡って使用されてきた駅舎を閉鎖して、仮駅舎へ移転、同時に長距離特急、急行が停車していた時代の名残でもある有行町の長いホームを生かし、 列車の停車位置を三田川に移動して、駅の営業が工事に支障が出ないようにした。2010年2月20日に完成した新駅舎は、レンガ町の外観で、改札口前にはシャンデリアがあり、対正から昭和初期をイメージしたレトロ町となっている。商業施設はコンコース界に、駅マルシェ宝塚、2010年3月8日開業があり、駅北口のソリオ北。 ユニベールとも直接連絡していい。旧駅舎の解体後は、二面四線への拡張に備えた構造になっているが、現在のところ二面四線への拡張工事を行う動きはない。2005年4月25日の JR 福知山線脱線事故発生後、同年6月18日まで当駅、天ヶ崎駅間が普通となり、三田川からの列車は当駅で折り返すこととなったが、 折り返しに使用できるのは2番乗り場のみでや、ラッシュ時には、古線橋が乗客で溢れかえる事態となった。そのため、当時は、駅本屋に直結していた1番乗り場の線路上に、仮設ホームを設置し、本来2番乗り場である線路を1番乗り場として、使用た。この仮設ホームは運転再開の前日である6月18日に、撤去された。長く非電化であった、国鉄時代は、 相対式ホームに中世日本という駅構造だったが、天ヶ崎駅と東駅の間が電化された1981年には、現在の2面3線となった。また、全線電化された1986年までは、改札制限をしていたため、旧駅舎のコンコースには、待合室を兼ねて、多数のベンチが置かれていた。駅から、方面に相川まで線があり、 採石ホッパーから線路のバラスト用採石が積み出される。俗に、総川降臨と呼ばれるで重軽験員の採石列車がこれを輸送している。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、福知山線の伊丹駅から新三田駅間の各駅を管理している。朝のラッシュ時は、大阪方面の運行本数が非常に多い。日中は1時間に8本。 快速、タンバロ快速含む、普通がそれぞれ4本。快速の2本は東駅折り返しが発着する。夕方時間帯は、福知山駅の列車も停車する。JR 東西線に直通する快速は朝晩のみ、設定されている。初電は4時台で、天ヶ崎駅から東駅に至る、終電、新三田駅を含む割れ時を過ぎる。 当駅止まりの終電の到着時刻は1時前である。車両の夜間留置は行わず、北伊丹駅まで改装される。2番乗り場に停車する列車は、車内保温のため、ドア横の開閉ボタンを使って乗り降りする。東端式ホーム2面4線を有する高架駅。ホーム有校長は重量だが、現在のダイヤでは重量編成の列車は当駅に入線しない。 1995年6月4日より1997年11月15日までのダイヤ当時に平日朝のみ設定れていた宝塚本線の特急が重量編成で入線していた。原則的に今津線は1.2号線ホーム、宝塚本線は3.4号線ホームを使用する。なお、平日ダイヤ10時、9時56分発から17時、および土曜、 休日第9時から19時、阪神競馬開催日は15時46分に良いは、今津線と宝塚線の間で乗り換えの利便性を確保するため、今津線は3号線からの発車となり、1.2号線ホームは閉鎖される臨時列車運転時にはこの限りではない。このため、当駅では乗り場番号の部分にも LED が使用されている、特殊な発車表が設置されている。また、 それ以外の時間帯で、ホームが、それぞれ一線で足りる場合には、今津線は2号線、宝塚線は3.4号線のみを使用する。1.2号線ホームと3.4号線ホームは、末端部でつながっており、今津線が1.2号線から発車する、時間帯にも、これを利用することで2階部を経由せずに、宝塚本線、今津線総互間の乗り換えが可能である。1号線は、 平日朝6時57分から9時7分まで2号線と交互に使うほか土日で、阪神競馬場で競馬がある日や嵐山の臨時特急が運行されるといった臨時ダイヤの際に使われる。また、13駅、中津駅、梅田駅各駅へは定期券を除き、今津線経由阪急神戸本線もしくは阪急、宝塚本線の選択乗車が可能である。 地上駅時代は、今津線1本と宝塚本線2本の2面3線ホーム。今津線が4両編成の時代は3面3線で、なおかつ、宝塚本線のホームは乗車ホームと降車ホームに分かれていた。列車は乗客を下ろした後に引上げ線に入り、再度乗車ホームに入線していたが、1960年代に編成量数増大に伴い乗降分離の取り扱いが廃止された。 駅周囲が民家で囲まれていたため、8両編成分以上のホーム延伸が困難でかつ、駅構内も狭かった。今津線ホームは6両編成分であったため、朝ラッシュ時の今津線経由順ゅ梅田行、8両編線は、宝塚線ホームに入線していた。駅舎は、宝塚大劇場等と、共通した外観で、阪急百貨店を核とする店舗群と一体となっている。 さらに、駅屋上の一部は駐車場となっている。ホームにある駅名表には、宝塚大劇場前の副駅名が記されている。以前は付近にあった遊園地にちなみ宝塚ファミリーランド前と記されていた。2014年3月21日から発車メロディとして、宝塚本線は、すみれの花咲く頃が、今津線は、鉄腕アトムが使用されている。 駅自動放送での準急の案内は、宝塚線の準急が石橋経由、神戸線の準急が神戸線経由と案内される。かつては、阪急電鉄の利用が多かったが、JR 西日本も、沿線の開発や JR 東西線の開通もあって、利用客が増加した。昭和末期までは、三田駅方面からの乗客が、単線非電化で足も遅かった国鉄から阪急へと、 乗り継いで、大阪、梅田に向かう例もあったが、福知山線の伏線電化後は大阪までそのまま JR に乗車するようになった。各年度の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り、阪急側の駅の高架化以前、駅前から宝塚ファミリーランドへの道筋には、土産物店が並んでいた。このように、温泉地として開発され、 小林十三の手によって発展を遂げた宝塚駅周辺は、高楽地の切り池をたいたていたが、宝塚ファミリーランドが閉園してからはそれも、薄らいでいる。阪急バス、阪急電園バス、阪神バス、港観光バス、神戸市の一般路線と、阪急バス、西日本 JR バスの高速バスが発着する。阪急バス、西日本 JR バスは、阪急駅側、 阪神バス、港観光バスは JR 駅側に乗り場を設置している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。